ママさんはよ。4時30分、ちょっと急ぎます。天気は回復みたいですね。入る人が出ちゃうから。はいはいはい、はい、入り口止まらない。はい、アピコ入って、はい、チロルおいでよ。はいはいはい、シロタ、あー、バイが出た。ふりかけ気味に良い金を入れてですね、誘導してみようと思います。もうふりかけ程度にしてももう大量のうちは使うのでですね。はい、おはようございます。4月21日、金曜日です。あれ、ちょっとまた確認しないんですけど、今日なんか曜日間違えたかな。今日金曜日でいいんだよ。はい、はい、どうぞどうぞ。よいしょ。はい、どうぞ。さっさと行くよ、さっさと今日。はいはいはい、さっさと。いつもはちょっと待てるんですけどね、チロルとか来るの。それやってるともうちょっと今日は時間がなくなる。よいしょ。ポコちゃん食べよう。はいはい、ここでどうしてお尻を向けるかがわからない。仲良く3人ね。ちょっと食べますね。コウメはいるか。あ、部屋の連中出してない。はい、契約見出すの忘れてますね。はい、聞きは聞くとね。あ、払いいの？聞けとね、聞きは。コウメも来たね。じゃあこのままコウメの聞き。猫ちゃんが。猫ちゃん出てこなかったね。ラッキーだね。猫ちゃんいないと。ゆっくり。まだ2人のわけで。まあ、久しぶりに落ち着いた。多め&キッティですね。ちょっと尺長くてもかな。と久しぶりですね。今日までは注射の昨日打ったんで、今日まで注射の効果が継続してます。なので明日の朝また食欲が落ちるようであればまたちょっと先生に連絡しなきゃいけないんですけども、明日の朝がしょですね。今日まではちょっと、朝ついてきたってこっちに上げてください。はいはいはい。大きな方たちがもうこの3人合わせたら20キロ軽く超えちゃうんですよ。トラちゃん来たらもう20、30キロになっちゃうね。30キロってどんな体重やねんと思うんだ。で朝はしっかりですね、あれは食べますね。で、こちらもちょっと違うんだよね、白。はい、丸を。はい、おじいちゃん。これちょっといいかな。よし、食べてますね。これはボンちゃんやな、ボンちゃん。あれ？ゴロちゃん、ちょっと待って。はい、なかなか最後まで食べない。はいはい、俺ちゃん。よいしょ、よいしょ。はいはい、はい、こうなす。じゃあ、じゃあ、待て、はい。はいはい、ジロちゃん。よし、よし、立ってるね。よし、よし。よし、よし、よし。
16分とかでしょうか。久々にフルメンバー、翔くん、パックン、あ、入んねんでろ、小次郎くん、で、2段目に舞ちゃんが入っておりますね。このメンバーになるとおうちの子になっちゃうんだけど、舞ちゃん。おうちの子なんのあんた、はい。はい。よいしょ、よいしょ、よいしょか。チロルはさせてる方がいいって、でさ、食べてたここで、あらららら、前のところにしよう。お皿が並んでないじゃん。いやいや、困っちゃった。よいしょ。違う。数、あ、4つ4つってそこ。はいはい。細かいよ、数字にお父さんは。さんと違って、よいしょっと。先芸はさっちゃんとボンちゃんと、これキョウちゃんかな。もう一つの子がシュッという先にこれが一声いきましょう。なんでそこで人の食べたがるわけ、あんたおかしいでしょそれ。ちろちゃん、ちょっと何が欲しいわけあんたは。はいはいはい、さあ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 出してきますよ。ボンちゃん、ボンちゃん、おいでよ。うが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 おいで、はい、はい、置いておいて、よいしょ、よいしょ、はい、よいしょ、はい、食べて。なんでボンちゃんが怒って食べてんだよ。ボンちゃんの雑魚飯じゃないんだから、ボンちゃんおまけだからね、あくまでも。何をあんた。
とかどっかにいるって。だからここにはいないんだよ。はい、いけいけ。着いたらここから飛び出してきちゃう。はいはい、おいで。ドアも開けてます。今も着いて10秒後ぐらいです。チューラーさん、おいで。チューラー。はい。今日もお父ちゃん来てくれた。チューラー。ほとんどね、解禁症だよね。これ一回忘れちゃった時以来ね。なんだよ。自分で帰っておいでよだよ。はい。帰る。ここで。運転ができる。なんだよ、なんだよ。ちょっとお父さん運転するから、どいてください。そっち行ってください。さっき今のチラさん車の車でチラさん迎えに行くときヤギが外れてましたね。金具がね、たまに外れるんですよね。あの、ヒートですね、着てないので、敷地の中でなんかご飯は食べてると食べてるんですけど、ヒートだとどっか行っちゃうんですよね。はい、よし、ちょっと食べてる。あ、いたいた。おーい、ふんちゃん、じゃあそれは何なの？何食べてんの、くんちゃん、それ。くんちゃん、もうそんなん食べ、くんちゃんおいで、くんちゃん、おいおい、そんな袋食べちゃダメだよ、ブリの袋食べてますよね。あった。お、来た。ざっと降ってきそうですね。はい、まる。まる。まる。あ、まる、行っちゃうの、あっち。なんで。ママさん送ってかなきゃいけないんで、もうちょっと急ぎます。みんな外へ出て、今日は遊んでます。ちょっと午前中の動画が少なくなるかもしれないんですけど、ちょっといろんな家のこと溜まってる、やっぱ雨降ってるとできないんで、どこでやってますけど、平和です。今日はくまちゃん、おじいちゃんなんですけど、ひ孫みたいな、このくまちゃんもそうですね、14歳になってますね、確実に。はい、3月終わりから4月生まれですから、うちで最初のミルクっ子なんですよね。だから
ぱり敷地から遠くへは行かないですよ、あらの子らして。家にいたい子なんですけど、ちょっとマーハッキングが激しくてですね、ちょっと外へ出てますけど、まあそれでもここです、こちらですよ。トラちゃんも食べようか。はいはい、トラちゃんも一緒に。はい、おいで、おいで、はい、昼散歩です。いるってことは、彼女はいるはずなんですけどね。はい、おやつタイムです。まあ天気良くなって動くようになってくると、家の中の子もやっぱり食欲がアップするのかな。なんかやっぱすごいですね、おやつ朝もしっかり食べてます、皆さん。なんかこれだけ見るとですね、朝ごはん食ってねえじゃねえかと思うんですけど、全然そんなことないんです。しっかり食べてます。よいしょ、はい、こっち食べてください。いきますよ。おやつですかね、おやつ。はい、これ何入ってない、入ってない、もうちょっと私に落としたもんちゃん、あるじゃん。よいしょ、はい、はい、つまりよ、さあ、さあ、よし、ちょっと普通の方が出てきて、よしよしだね。人数減ったね、今日。上が多いね、上が多いね。よいしょ、よいしょっと、はい、トトコ、トトさん、トトさんじゃない、トトコさんじゃなくて、トトさん。雨が当たっちゃうかな、雨が当たっちゃきたね。そっか、部屋にまだいるんだね、少しね。はい、ゆいちゃん、わさ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 、こんな感じですね。
け食出てきたね。オッケーオッケー。ウビちゃんが出てきた。コウちゃんが部屋に入ったままなんですね。猫ちゃんが部屋に入ってるんですね。ハエで暴れないでよ、そんなとこで。あとこのお姉さんにあげなきゃいけない。という間におやつ食べちゃったんですよね。まあ、今2時過ぎなんですけど、よく食べたらいい。はい、で今からおいしょおいしょ、お姉さんのための、はい、よし、おやつですね。この小次郎じゃなくて本ちゃんはもう完全に体重も長さもトトちゃんより上ですね。頭の大きさはトトちゃんの大きいんですけど、はい、皆さんにご支援いただいたフードをしっかり、毎日食べてます。さっきパラパラ雨降ってきてパラパラだったんですけど、洗濯物しまったんですけど、天気いいんでキキも食べたんで出します。はい、トイレ入る。トイレ、あんた入れな、出れませんよ。グーグーとか言ってる人がいるんですよ。出てってもらった方が片付くんですよ。よし、ちょっと編集もあるんで、そうそう、準備してる場合は